だな。スーパーいい天気です。なんか起きてるみたいでめちゃくちゃだね。やっぱりこれもっとお湯がねちょっとなんか色があるね。ちょっかなんかの色が気になるんですけどね。安心浴ちょっとだけするね。手は負けるし。おいしょ。お風呂入ります。で、昨日もさっきまで一人で撮ってます。動画撮ってた。こいつばっかやってるやつみたいな。こんなそんな。こう回したの。回した大丈夫。バック動画、バック動画、美容動画、美容。これ拭き取ればいいんだ。うん、拭き取ればいい。美容の美容動画。普段こんな、すいません。普段10分ぐらいでね、ここから。出てくる。出てこない可能性ある。普通に俺ら過ごしてるけど大事件だよね。大事件。気をつけようもないよね。だって気をつけようもないね。普通にだって預けてその誰が悪いのと思って普通に取る。誰も悪くない。スペインに聞くの海外の。いやいや、わかんないけど、一応とこと。事故物件の時に、すごい勧められて、それからやってくれるようになりました。僕らはこれに参加させてもらいます。今日はまずチェスの街で監督と一緒に撮影とかしてます。でこの後我々はちょっと監督たちと別れてまたバルセロナに行きます。めちゃくちゃいい天気で気候本当いい。うお、すげえ、でかっ。こんなでかいの。
です。すげえ。すごい。ガウディ。すごい。こりゃすごいわ。圧巻。これちょっと感動だわ。わあ、すごい木だ。ペロリといける、おいしい。クリームコロッケ、粗めの衣で、あー崩れちゃった、溶けちゃう。うん、ありがとうございます。パン食べちゃって。おはようございます。3日目の朝、今日はワールドプレミアです。これから準備して、レッドカーペット歩いたり、取材をたくさん受けます。ゲームに振る舞うので、どうしましょうか。今シャワー浴びて、今日はせっかくなのでお外でメイクしようってことで、こんな感じでスタンバイします。こんな状態でね、オープンだけにの景色をこうやってメイクして、こう、足が起きてるじゃん。こんなスタートはやばい。普段こんなことします。スロープとかね、たまに着るけど、スタートはいけずだ。フルスタートで。以上の道。おかしい。
下帰るんでね。今日は彼は習える際にメイン。Buenos días. はい、ということで、中田のレッドカーペットは始まりました。もう劇場2200名チケットが販売ということで、いよいよ上映。緊張しますね、初めて。チケットを買っていただいて 見に来てくださるお客様の。下手したら本当に映画の途中とか退出もあるみたいなんですよ。皆さん自分でチケット買ってご招待とか。そのあたりはちょっとドキドキですね。どういうリアクションが生まれるのか、ちょっと緊張してきました。メジャーも数やかめなし、今回、三木監督と怪物のキプレという作品で、ここスペインシッチェスに来させていただけたことを、この映画祭に呼んでいただけたことを本当に光栄に思っています。皆さんぜひ楽しんで帰ってください。グラシアス。M'alegra molt saber que sou d'idiomes, querida. Vinga, ens veiem més tard. Adéu. どういうリアクションなのかわからない。どういうことなの。終わりはもうああいう感じなのか。最後、もっと早くにライトアップして、エンディング私がバーンってこうやって。そうです。はい。になるような感じで。エンディングは家見るもんじゃない。途中で帰ってる人がほぼいなかった。で、立った二人ぐらいいたんだけど。そうです。二人です。それはすごいです、やっぱり。すっごい笑ってましたね。めっちゃリアクション良かった。さあ、ということで、スペイン、シッチェス、カタロニア、お世話ください。無事に最終日を終えました。最後みんなで
あのお食事をですね、今食べてきました。ちょっとお酒も。ただいまこちら現地もう1時近くですね。はい。明日6時にでロビー集合ということで、もうあっという間に東京戻るんですけど。またね、こういった映画祭にも参加できるように頑張りたいなぁなんて思える、そんな素敵な時間を過ごすことができました。ちなみにこちらスペインで買ったレッドカーペットアルプという衣装です。まあ、あの洋服も無事にギリギリ間に合ったんですけど、最終日はだから贅沢にお色の出産会するという。まあ、とにかく12月1日に、ね、公開なので、皆さんにぜひねご覧になっていただきたいです。劇場で今後も YouTube もですね、いろんな企画を考えてちょっとやっていきたいと思いますので、いろいろこんなことやってよ、こんなことやったら面白いんじゃないのなんてことがありましたら、ぜひぜひ教えてください。物のいい香りすごいですね。ああ。